さあ、収録が終わりました。はい、いやー、すごかった素晴らしかったですね、今回の戦いも。楽しかったですね。河合さん、初参加でしたけど。はい、率直に、今終わってすぐですが、はい、どうでしたかあのー、もううまいとか、うん、すごいとかではなく、もう普通に楽しかったですね。 もう最後だってね。楽しいって叫んだもんね <laughs> あのモノマネもちろんいつも楽しくモノマネとかもしてるんですけど、うん、これ見ててうますぎてそれを通り越して楽しいって叫んだの初めてです、うん。<laughs> 本当に普通に叫んでましたもんね。叫びました。だもう究極のエンターテイメントって感じましたね。うん、素晴らしいですよ。本当にすごかったもん。まあ三回目なんですよ今回が。はいはい、でどんどんとモノマネをしてくれる方々のレベルが、うん。 最初からすごい高かった頂上決戦なんですけど、はい、その人たちがまた努力してアップデートして現れるっていうね、うんうん、すごいですねすごすぎますよあと変な人もいたないましたねましたね <laughs> いや<あ>本当にスタジオに絶対入ってはいけない風貌の方がいたんですよね変な人だったけどすごかったんだよな、はい、<laughs> 紹介も変なおじさんという紹介だったじゃないですか <laughs> 変なおじさんってそうそう変なんですけど その歌聞いたら違う意味であ変なおじさんだと思いました。すごいな。あのギャップが楽しかった。ましたよ。本当に。これどっか気になるとかあった阿部誠くんは。今回は今までとちょっと思考違う感じで戦い方の違いとか。今まではただただ一対一の試合をずっと繰り返してたんですが、今回ねやっぱスタッフの方々すごいですね。マンネリさせないよと。マンネリと。 こう対戦する側にも、新たな刺激をということで、いろんなこう策が練られてますんで。それもなんか僕らにとってもすごく。新鮮な刺激をもらったところですかね。あともう一つ気になるところが。ヒゲダンです。ヒゲダン。どっちじゃない。どっちじゃない。どっちじゃないですね。ヒゲダン対決はちょっと。びっくりすると思いますよ。あれすごかったです。すごかったです。あ、まずもうヒゲダンの曲を。 歌えるそもそも歌える人も少ないじゃないですかそうですね難しいからね普通に歌うにも難しいじゃないですかそこを似せてものまねして歌うっていうのがあんなにもクリアにものまねできるんだと思いましたいやすごかったすごかったもう言いたいですもんもっと言いたいけど今言っちゃダメですもんねそうでね。分見てもらいたいですからヒゲダンとかも出てきました僕はねグレー対決なんですよああ 今回ね、あの審査員に日差しさんが、ギタリスト来てくれてますから。日差しさんの前でぐらい対決。いや、あれもすごく良かったなと思いって。日差しさん、どうですか。あ、もう本当にあの、時間を追うごとにですね、疲弊していく審査員を見て。いや、本当ですね。もう、あれはもう審査員の中さですよ。すごかった。いや、感動でしたね、そてでも、考えてみると、いろんなこう、お笑いの大会だったりとか、いろいろ、大会っていろいろあって、審査員って。 採点とかで悩むと思うんですよ。でも、ほとんどが数字なんですよ。得点なんですよ。この場所は。どっちかを選ばなきゃいけない。白黒つけなきゃいけない。二択なんで。これは疲弊すると思いますよ。そりゃそうですよ。これも確認していただきたい。そうさせるすごい。戦いが多かったね。ちょっと、これはご覧になっていただければなと。驚くし。すげえものに出会えたわ。と思います。楽しんでいただけたらなと思います。 <laughs> 言葉はまるで愉快結晶俺にあいつを歌わせたら見にてる者はいない火曜よ7時。ときめく時を